レアルマドリードが日本代表 MF 久保建英の約延長を検討しているようだ。スペイン、下でセールの報道を複数メディアが伝えてい、今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、久保は現在、アルマドリードからマジョルカにレンタで移籍中。今季はコンスタントにプレーしてり、レアルマドリードは、その成長ぶりに満しているという。そのため、2024年までとなってい、契約の更新を考えているそうだ。明日は、22日のアルマドリード戦では輝かなかったもの、久保が、マジョルカで、レギュラーポジション獲得していると指摘。怪我がない限りは今後、十分なプレー機会が、見込みとしており、これ、踏まえてレアルマドリードは、満足していいのかもしれない。とはいえ、20歳の久保を移籍金、ロで手放すリスクを避けようとするのは、どクラブでも同じことかもしれない。契約更新、向かう流れは、十分に考えられることだろう。アルマドリードが久保を、将来の戦力とし、呼び戻すところまで評価を上げてもらいたところだ。両。